本日ご紹介するグラビアアイドル名取くるみちゃん1996年6月16日誕生日身長160スリーサイズ F カップ885786千葉県出身ブラドル界一の黄金比ボディの愛称を持つ高校は茨城県の高校でした高校の部活はダンス部小学生の頃からダンスを習っていた2018年デビュー2019年9月初めて DVD くるみミルク を発売しなんて素晴らしい胸なんだろう。手のひらに収まりきらないほど素晴らしすぎる素敵な下着ばかりで男なら誰しも興奮してしまいます。超えろ体を誘惑する2021年1月ミスフラッシュ2021グランプリ受賞スーパー GT パシフィックフェアリーズメンバーとしてレスクイーン活動を行い日本レースクイーン大賞2021では新人部門のファイナリストに入った名取くるみ。 さんは2021年にミスフラッシュを受賞してからどんどんお仕事が増えているようです大学生の時に就職活動をしていたらしくなんと大手製薬会社への内定も決まっていたとのことそれを蹴って芸能界に入った2023年1月14日日本レースクイーン大賞2022にてグランプリを受賞父が参加したつくばサーキットのレースにおいてイズ・ニーというレーシングチームでレースクイーンを経験したことが RQ に興味を持つきっかけとなった彼女の興味はカジノ・食べる 下着を集める、スーパーで買い物をする、犬と遊ぶです。特技は、ダンス、フレンチフォルン、先替え。今はグラビアに力を入れていて、お仕事に影響が出ないように彼氏も作らないようにしているのかもしれませんね。こんな可愛い顔してダイナマイトボディの彼女に彼氏ができたら、毎日エロいことをすればエロさが増します。こんなにもったいない、このチャンネルはモデル、女優、アイドルについて紹介しています。コンテンツが気に入ったら、チャンネル登録とビデオの高評価をお願いします。 また明日六時に会いましょう。名取くるみさんの好きなところをコメントで教えてください。